武蔵野市の就学相談について説明します。1、就学相談とは、2、特別支援教育に関わる就学先の紹介、3、就学相談の流れ、4、切れ目のない教育支援。1、就学相談とは、お子さんの小中学校入学にあたり、心身の発達に不安や悩みがあり、特別な支援が必要なのではと心配な場合にご相談ください。お子さん本人や保護者の方のご希望なども踏まえながら、専門の相談員が必要な情報などを提供し、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を行える就学先を一緒に検討していきます。武蔵野市の就学相談では、お子さんの今の力を十分に活かし、生き生きと学び続けることができる学習環境はどこの学校、学級なのか、このことを大切にして就学先を考えていきます。2、特別支援教育に関わる就学先の紹介。就学先としては大きく分けて3つあります。特別支援学校、障害の程度が比較的重いお子さんを対象として1クラス6人以内で編成されています。障害種別と住所により対象の学校が分かれています。障害の状態などに応じて弾力的な教育課程が編成できるようになっており、自立活動という特別な指導領域も設けられています。特別支援学級、固定学級。障害の程度が比較的軽度のお子さんを対象として、障害の種別ごとに少人数の学級で一人一人に応じた教育を行います。武蔵野市には知的障害と肢体不自由の学級があり、1クラス8人で編成されています。特別支援学級では必要に応じて特別支援学校の教育内容などを参考にしながら、生活に役立つ内容が指導されています。通常の学級、武蔵野市の小学校では現在1、2年生は1クラス35人で編成されています。特別支援教室、通級指導学級についてもご説明します。通常の学級に在籍し、ほとんどの授業を通常学級で受けながら、週に1回程度学校内の別の場所で個別または小集団でそれぞれのニーズに沿った指導を受けます。例えば、学校生活にうまく溶け込めなかったり、学習が思うように進まなかったり、人との関わりや集団に適応することが苦手だったりするお子さんに特別な指導を行います。また、難聴や言語障害を指導する通級指導学級として、桜野小学校の児玉学級があります。こちらは週に1回程度、桜野小学校まで通って指導を受けていただきます。この3カ所のうち、特別支援学校と特別支援学級は、就学相談に申し込んでいただかなければ就学することができません。3、就学相談の流れ。令和4年度の就学相談の流れについてご説明します。はじめに受付です。就学相談の受付は、武蔵野市ホームページ内の受付フォーム、もしくは電話で行っています。就学先の決定には時間がかかるため、できるだけ早めにお申し込みください。受付期間は5月10日から11月30日までです。次に、保護者面談、初回面談です。就学相談員、臨床心理士と面談を行います。詳しい内容は後ほどご説明します。次に、発達検査、学校見学です。就学相談では、ご希望の就学先にかかわらず、必ず発達検査を受けていただきます。令和3年5月以降に受けた検査であれば、その結果をそのまま使うことができます。発達検査を令和3年5月以降受けていない、もしくは受けたことがない方は、
初回面談時に臨床心理士からご案内します。学校見学については、新型コロナウイルス感染症の状況により対応が異なりますので、初回面談時に就学相談員からご案内します。次に行動観察です。就学相談を申し込まれたお子さんが一箇所に集まり模擬授業を受けます。その様子から行動上の特性を観察します。日程は小学校が8月3日、4日、5日、9月の16日、中学校が8月19日の予定です。集団行動観察について詳しい内容は後ほどご説明します。次に就学支援委員会です。就学相談の流れの中で収集した資料などを総合的に考えて、適切な就学先の審議を行います。委員は学校管理職、医師、特別支援学校教諭、特別支援学級など担任、保育園園長、指導主事、就学相談員、臨床心理士です。次に保護者面談、結果面談です。就学支援委員会で適切な就学環境について検討した結果を就学相談員からお伝えし、今後の方向性と課題についてご説明します。就学先の決定については、就学支援委員会での方向性を参考に保護者の方と一緒に検討します。保護者の方の理解と納得を得た段階で入学通知書を送付いたします。保護者面談、初回面談の具体的な内容です。就学相談を申し込まれた理由、就学についての心配、お子さんの成長について、ご家庭在籍園でのお子さんの様子などを担当の就学相談員と臨床心理士からお聞きします。次に集団行動観察の主な内容です。小学校就学では、就学相談対象児童が一箇所に集まり模擬授業を受けます。授業ではできる、できないではなく、取り組みの様子を観察します。具体的な内容については、スライドの通りです。中学校就学の集団行動観察では、就学相談対象児童が1箇所に集まり、模擬授業を受けます。授業の課題は採点するものではなく、取り組みの様子を観察します。具体的な内容は、スライドの通りです。4. 切れ目のない教育支援。就学後、就学相談で決定した学びの場は、あくまでも就学前のお子さんの状態にて判断した結果です。特別支援学級から通常の学級へ、特別支援学級から特別支援学校へ、あるいはその逆へ学籍を移動することを転学と言います。子どもの成長という観点からも、学びの場は固定したものではなく、それぞれのお子さんの発達の程度、適応状況などを勘案しながら、転学について柔軟に対応します。切れ目のない教育支援の一つとして、就学支援シートがあります。就学支援シートとは、保護者、幼稚園、保育園、療育機関がお子さんについて配慮してほしいことなどを記載するものです。各園を通じて年長児全員にご案内を配布します。また、市のホームページからもダウンロードできます。就学支援シートの提出を希望される方は、12月末までに記入して在籍園に提出してください。学童クラブ、アソベへの提出を希望される場合は、教育支援課から送付します。以上で、武蔵野市の就学相談についての説明を終了します。何かご不明な点や気になる点がございましたら、スライドの電話番号までご連絡ください。